ブリスチャンネルスタート。ヤホスクリスです。はい、今回もねチャモさんの動画なんですけど、チャモさんね先ほど糞をしたんで、すっきりしてる顔をしてますね。ということでね、今回は、子供の頃にねチャモさん人参あげたことあるんですけど、全然食べなくて、その時は。なんでね、今回またちょっとねリベンジしようと思います。まあね、一応昨日ねあげてちょっとね食べてるの見たんで、今回ねもう一回食べてくれるかを確認っていう感じでねあげていこうと思います。はい、ずっとね壁に手を当てて何かを見てますね。それではね、早速人参をね揚げていきましょう。はい、いつも通りね膝の上にちょっと乗っけてね揚げていこうと思います。まあ、まずはね、野菜をこれから揚げますよっていう、意味で、まあ、この人参を揚げるんですけど、オクラからね揚げようと思います。やっぱりねこのカメラで撮るとすごい発色よく映りますね。 iPhone だとね結構なんかガサガサした画質になっちゃうんですけど、やっぱりまあねカメラはね一眼レフなんでちゃんとね綺麗に、まあ、ぼやけてる、背面のぼやけもねいい感じに滑らかなんでね、すごい綺麗に映ってくれます。ちょっとオクラにも鈍い反応ですね。まあでもねこんな感じですごいね可愛いですよね。やっぱりパクパク食べてくれますね。まあいつかね、オクラと人参だったら多分 ASMR とかのね動画も作れるとは思うんで、まあ自分がそんなにね ASMR に興味がないんで作るかどうかすごい微妙なところなんですけど、まあ今音なしでねこれ動画撮ってて、ちょっとね動画撮ってる時は音ありなんですけど、他の雑音がね入っちゃうんで音をなしにして編集してるって感じですね。まあ次からちょっとねもうちょっと音を入れられるようなね動画の撮り方をしようと思います。はい、オクラにも全然反応しないですね。もしかしたらお腹空いてないのかもしれないですね。いつもだったらねオクラマジでブンブンねするだけでめちゃくちゃ走ってくるんで、まあ、前回もね多分そんな感じの動画を出したと思うんですけど、まあ、今回はもしかしたら多分ねお腹空いてなさそうな顔してますね。はい、もうオクラにはね全然反応しなくなってきましたね。もういらんみたいな顔をめちゃくちゃしてますね。まあなんでねちょっとね味変ってことで一回ね人参をあげようと思ったんですけど、やっぱり多分ねこの日はねお腹空いてなさそうでしたね、あんまり。まあなんでちょっとね期待はできないんですけど、とりあえずねまああげてみる動画をね撮ってみたんで、今回はねそれを動画にしました。あんまりね没動画を作りたくないっていうのがねあるんで、まあ、せっかく撮ったならどんな動画でもね多分可愛いチャモさんはね映るんであげようかなっていう感じですね。はい、見向きもしないですね。数増やしてもダメでしたね。やっぱり多分普通にお腹空いてなさそうですね。いつもはね結構お給さに人参置いとくと食べてくれるんですよね。まあ、今回はあんまり食べてくれなさそうです。はい。本当にね、手の上に乗っけた時のこの顎のプニッと感がたまらないですね、太顎は。ちょっとね、匂いとかを嗅がせるために近くでね、パクッと行ってもらうかなと思ったら、一つはね、なんとか食べてくれました。ちょっと無理やり感もあるんですけど、まあね、食べてくれました。もうやっぱり、いらなかったらあそこでね結構吐き出す子もいるんで、まあ、2個目はね無理せずもし欲しかったら食べるかなっていう感じでね見せてみたんですけど、結果的には食べませんでした。はい、まあでもね、
人参を食べるっていうのは今回でね、今回のと昨日のまあ、おきえさんの時に分かったんで、ちょっとこれからね、また人参を食べる動画が撮れたらね、それをね、次は動画にしようと思います。まあ、2回同じね、人参食べませんでした動画はちょっとね、つまらないんで、次はね、人参を食べてる動画をね、皆さんに見せたいと思います。はい、オクラね、めっちゃ食いつくんですけどね、やっぱり食べるのがちょっと下手くそですね、チャンさんほとんどね、こぼしてますね。まあでもオクラは本当に、固めで、ちょっと固めの野菜で、で種とか取ってあげたらね、結構お腹にもたまる野菜だと思うんで、これはね、本当に太あご飼ってる人、ぜひね、あげてみてください。もしかしたら、食いつきいいかもしれないですね。まあ、うちの子は本当にね、野菜ではオクラが一番なんで。まあ、今回はね、人参、一つね、まあ、あげたけど、その後は食べずって感じで、まあ、これからね、ちょっともうちょっと、大きい餌でね、慣らしていこうと思います。まあ、でも、子供の時みたいにね、もう一個も食べないみたいな感じではないんで、本当にね、何でも食べるようにはなってきました。まあ、大人になったって感じですかね、チャモさん。これからもね、頑張って、成長していきます。もしよかったらチャンネル登録、高評価、お願いします。バイバイ。